くん、今日もすごく寒いよね。うん、ほんと寒いね。でも空気も澄んでるし、お台場の景色も悪くないよね。ほんとだ。あそこで光ってるのってレインボーブリッジだよね。初めて見るよ。ねえねえ、渚カルマくん、二人で話してないでさ、みんなが見てるよ。お決まりだけど、みんなで挨拶しておかない？ああ、ごめんかやの。そうだね、始まりの挨拶はきちんとしないとね。それでは、せーの、皆さん、新年明けましておめでとうございます。いよいよ2015年もスタートだね。新しい年が始まるってすごくドキドキワクワクするよね。特に今年はさ、ついに始まるじゃない。そうそう、やっと僕らのアニメがスタートするんだ。コロ先生と僕ら3年 E 組の授業ももうすぐ始まるね。楽しみだな。そうだね、ようやくあのタコを暗殺できるよ。しかもこれから特別授業が始まるらしいじゃん。うん、この後お台場フジテレビにある球体展望室八玉からアニメの放送開始を記念してニコニコ生放送をするんだって。私たちもそこに出演するからここに集まったんだよね。この球体、コロ先生に前から似てるなって思ってたんだよね。いつか殺してみたかったんだ。どう見てもコロ先生じゃないよ。殺せないし、建物なんだし。あ、そういえば八玉といえばコロ先生ショップ in ウィンターが開催されているところだよね。そうそう、この後のニコニコ生放送でもショップの紹介もするらしいよ。暗殺教室のスイーツとかも紹介されるんだって。わあ、もう待ちきれない。さすがかやのだね。でも今日のニコニコ生放送の魅力はそれだけじゃないよ。アニメに関わる特別ゲストや番組をご覧の皆さんだけに抽選で特別プレゼントもあるんだって。へえ、サボろうと思ってたけど、そりゃ最後まで見逃せないわ。渚、カルマくん、大変、コロ先生が呼んでる。もうすぐ特別授業が始まるから早く教室に戻るようにだって。わかった、今すぐ行くね。カルマくん、みんなが待ってるから急ごう。授業が始まるよ。それではただいまよりテレビアニメ暗殺教室放送開始直前ニコニコ生放送、起立礼、暗殺くぬぎが丘中学校3年 E 組の授業が始まるよ。ぬるということで、皆さんこんばんは。テレビアニメ暗殺教室コロ先生役の福山潤です。はい、ということでね、ドラマの中でも説明ありましたが、今夜はここからタイトル長いの言いますよ。テレビアニメ暗殺教室放送開始直前ニコニコ生放送、起立礼、暗殺くぬぎが丘中学校3年組の授業が始まるよ。覚えられない。はい、今のがタイトルでございます。ということで本日26時からフジテレビにていよいよ第1話が放送されるアニメ暗殺教室の魅力をお伝えしていきます。はい、ということでね、どちらかってしまいましたが、皆さんこちら、まあ見えてる限り黒板がありましてね、こんな教室のロケーションですが、今現在こちらはですね、フジテレビの展望室八玉からお送りしております。あ、今引きが出ておりますね。はい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 、いいですね。はい、こちらの方では現在、まあ、このセットの他にですね、コロ先生ショップ in ウィンターも開催されておりますので、ぜひお時間がある方はお越しいただければと思います。はい、今回はアニメ暗殺教室の魅力からさまざまなグッズ紹介、ゲームコーナーなどたくさんの催し物が用意されております。これを最後まで見れば第1話を見る準備万端というわけでございます。はい、ということでね、あ、申し遅れましたが、私こんな感じでコロ先生役という形で紹介させていただきましたが、今この格好、コロ先生の格好でございますが、こちらはですね、現在コスパから発売中のコロ先生のなりきり衣装ということでお借りしてまいりました。宣伝でございます。はい、こんなことをね、のたまっていてもしょうがございませんので、ここで本日参加してくれている皆さんに登場していただきましょう。それでは皆さんどうぞ。ガラ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 まあ
ちょっと待って、そうなると、ガラ閉めて閉めて閉めて、こういうことで閉めて閉めて、引き戸だね。はい、それでは自己紹介をよろしくお願いします。はい、クラスの副担任、はい、体育も担当するよ、烏丸役、杉田智和です。はい、そして、はい、教科担任、外国語教師、イリーナ・イエラビッチ役、伊藤静香です。よろしくお願いします。はい、そして3年 E 組の生徒、塩田渚役の志賀舞だよ、よろしくお願いします。だよ、おじだよ、フリーダムだ。茅野楓役の須崎彩です、よろしくお願いします。はい、そして、はい、最後にカルマ役の岡本信彦です、よろしくします。はい、ということで今回はですね、このメンバーでお送りいたします。はい、ということで皆さん目の前の席にね、着席してください。着席、よいしょ、ね、あ、いいですね。あ、こうやって客観的に絵を見るといいね、うん、なんか学校にいるみたいですね。はい、ということでいよいよ今夜もう26時ですから、あとそうですね、何時間だ、3時間 5時間ぐらいですか、うん、ですね、だからもうちょっとで放送なのでございますが、さあ皆さん放送を間近にしてご感想とか気持ちとかありますか。まあまだビッチ先生ね、1話はねまだ出てないからね、なんともやっとかって感じですよ ね、まあ、なんかこのアニメ化が決まってこのオンエアまで結構時間がねかなりありましたから、はい、ということでじゃあちょっと渕上さん、はい、なんかもう私ですか、はい、なんか渚くんで男の役を初めてだって言ってましたか、はい、それは初めてオンエアされるということ、めちゃめちゃ恐怖でいっぱいです。期待じゃないの。あのね、私自身も渚のことが大好きなので、うんうん、自分の思 こうかっこいい渚を演じさせてもらったつもりではあるんですけれども、うんうん、皆さんのこう今までの想像に近いものができているか否か、うん、超えているか、うん、ちょっと楽しみですね。なるほどなるほど、はい、そしてあじゃあカルマの、そうですね、第1話は、まあ、カルマも1話出てないけれども、そうですね、もうアフレコもかなりね進んできて、ああ、はい、そうですね、あと、まあ、連想ゲームの方で最初にまず声皆さんに、うんうん、聞こえたかなと思うんですけども、うん、あの瞬間からもですね、いろいろ演出をいただきまして、うん、怖すぎないようにっていう演出をなんか受けましたね、その中学生ですからあくまでっていうのは受けたので、彼が頭キレッキレの時は、うん、こう深めに自分の中では深めに頑張ろうとやっていてですね、それ以外は割と可愛らしさもあったらいいなと思いつつ演じております。はい、じゃあ須崎さん、あ、私ですか、なんか第1話とか、黒先生がもうすごいぬるぬるしてびちょびちょしている擬音がびちょ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 結構同居しないぞ。なんかもう本当に、うん、あの黒先生がどんな風に動くのかっていうのが、うん、私たちも1話見てるんですけど、うん、本当にかっこよくぬる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 動いてるので、うん、ぜひそこを堪能してもらえたらと思いました。はい、了解です。はい、じゃあ最後に杉田、やっぱ来るんですね、行くよ。もうオンエアの瞬間からもう暗殺はもう始まっているんですよ、うん、だからこれね、この放送中にいかにコロ先生に肉薄できるか、うん、そうだね、刺そうと思ったらすぐ刺せるからね、今そうですね、今もう楽しみだな、本当にもうぬるふふふって感じで本当にありがとう。何やってはい、ということでですね、さらに今回はですね、メールも募集しております。テーマはこちら、少し変わった先生の思い出。はい、暗殺教室にはコロ先生以外にもさまざまな変な先生が登場します。ということで今回は皆さんがこれまでの人生で出会った少し変わった先生を紹介してください。そしてその他にも本日の出演者や、出演者への質問や暗殺教室への応援メッセージなどなど何でも送ってください。アドレスはですね、 info@ansatsu-anime.com ということで、それではメール受付スタート。はい、しましたよ。もうどしどし送ってくださいね。なかなか反応は難しいもんですが、顔してました今。はい、ということでですね、それでは早速授業を始めたいと思います。はい、皆の者を起立。大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、大丈夫かね、はい、行くぞ、レイアンサー。君も挑戦してみろよ。沈まれ込む
時間。わーわー、さあ場所が移りましたが、まずはホームルームでございます。今日はここに集まった皆さんの願いが叶うようにお祈りをしたいと思いますということで、さあ鳥がございますね。さあこちらはですね、うん、神社でございますよ、うん、はい、そう、ここにコロ先生の神社がございます。ここ、ご本尊さん、ご本尊が、ええ、この玉の中に、そうです、球体の中に、ええ、さらに玉があります。ええ、こちらはですね、コロ先生神社、ありがたい神社でございまして、この冬多くの参拝客が来て、特製の煎茶札を、うん、さあ、じゃあこちら鳥とかアップしていただくとですね、こうあるじゃないですか。もういっぱい貼ってありますね。もう来場してくださいました皆様から煎茶札を貼っていただいておりますね。うん、はい、こういうふうに、こちらの方にも。すごいすごい。はい、いっぱい貼ってあります。こちらもたくさんあります。我々のも貼ってありますからね。はい、ありました、貼った、はい。こちら、福山さん。はい、私のも貼ってあります。はい、貼ってますね。はい、皆さんのも貼ってありますね。杉田さんどこだ？え、これ後ろの方に。なんで後ろの方に？回り込めないようにね。はい、このようにね、貼っていく方が後を絶ちません。はい、たくさん本当に貼ってありますね。はい、ということで、ここにみんなでこれからオンエアされますこのアニメ暗殺教室の作品のヒット祈願ということでお祈りをしたいと思います。はい、はい、そしてこのコロ先生神社にはですね、コロみくじというものがあるんですが、うん、まあ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 、ここ先生のところにボタンがありましてね、うんうん、これちょっと見えないですよね。このここの裏にボタンがあるんです。見えないかな。はい、よくあの早押しクイズとかで見るあれです、はい、ここのボタンを押すとですね、このコロ先生が占ってくれると、そういうシステムになっておりますね。はい、そうなんです。じゃあ皆さん、あ、じゃあ行ってみましょう。じゃあ杉田君やってくれる？じゃあちょっと待ってね。じゃあこのテレビアニメ暗殺教室がヒットするかどうかを占ってみましょう。ファイナルフュージョン承認。違う。ぬる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 。にゃやー！大ヒット間違いなしでしょう。イエーイ！すごいね。いや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 。え、何が？間違いない。いや、ちゃんと聞こえてきたじゃないですか。そうですね。ここから聞こえてくるんですよね、本来。そうです。ご本尊からね。ご本尊から本来声聞こえてくるんですね。そうです。本来ね。本来。そうです。本来ご本尊から聞こえてきますが、このようにですね、押していただきますと、それぞれの今日の運勢をですね、このコロ先生様がですね、占っていただきますので、ぜひご来場いただいた方はやってください。はい。ということで、まあちょっとね、今のじゃちょっとなかなかね、締まらないものがあるんですが、はい。ということで本格的に、作品のヒット祈願を、はい、これが今の余興でございます。なんだ、びっくりした。もちろんです、だってこんなにほら、そうだよ、こんな的なものがあるんでございますから、ね、ちゃんとしてますもんね。はい、ということでここで神主の方に来ていただきました、朝日氷川神社の権禰宜の高野俊夫さんです。どうぞ。ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はるばるこちらまで、ということで今回作品のヒット祈願ということで、はい、まあ、このような形でヒット祈願などをなさったことはございますか？ありますか？あまりない。あまりない。あまりない。なるほど。あ、なるほどなるほど。我々もなかなかヒット祈願なんてのはね、そんなこう公にしてやることはないですから。そうですよね。ね、ちょっとすごく厳かな気持ちになり、しかもね、そして、楽しみでございます。ということでよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。ではどうぞこちらへ。はい。さあ、そしてここで一緒にですね、祈祷に参加してくれる方を紹介いたしましょう。岸誠二監督とシリーズ構成脚本の上津誠さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ後ほどたんまりとお話をお聞きしますが、まずは、まあ、ヒット祈願ということで、まあ、メインのお二人にもお越しいただいてです。はい、はい、さあということで、それではちょっとお時間、そして呼吸、はい、整えてよろしくお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。はい、それではまず皆様の、はい、身を清めさせていただきます、はい、それでは皆様お拝礼願います。頭を軽くお下げください。剣幕もおかしこきいざなぎの狼つくしのひむかの立花のおどのははぎはらに杉原へたまいし時になりませる原江戸の狼たち、もろもろのまがごと罪けがれあらむおば、原へたまい清めたまえと申すことを聞こしめせと、かしこみかしこみも申す。お直りください。
か軽くか。直しなさい。次にヒット祈願の祝詞の奏上でございます。それでは皆様ご神殿にご拝礼願います。天のところを払い清めてお気据え祭る掛け幕も賢き氷川の狼の大前に賢みも間を裂くこたび暗殺教室をテレビアニメとして世に出すこととなりぬれば初回放送に合わせ祭りヒット祈願恋のみ末楽と大前に福山潤杉田智和伊藤静香岡本信彦須崎綾淵上舞をはじめかかずらうもろ人たち心一つに舞いでおろがみ使え祭る様を愛うずないたまぎてこのテレビアニメ暗殺教室は世の人の気受けいともよろしくもろ人たちの心に残りし人気のアニメとならしめたまぎ行く手を照らし導きたまげとかしこみかしこみも間をすー皆様お直りください。神殿に進んでいただいて、はい、この榊をこのようにお供えいただいてよろしいですか。はい、はい、どうぞ。はい、それでは皆さんどうぞ二人ずつでも構いませんので、それでは皆様、私の掛け声とともに今一度お参りをしていただきたいと思います。それでは初めに二度お辞儀をしていただきます。それではどうぞ。柏手を二度お打ちいただきます。それではどうぞ。今一度ご神前にご一礼でございます。
以上でヒット祈願滞りなく愛と整いました。おめでとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでこれで暗殺教室も安泰でございますね。ということで旭川神社のゴンネギの高野敏夫さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあこのヒット祈願も無事終了ということで、以上ホームルームの時間でした。ではここでアニメ暗殺教室のプロモーション映像をご覧いただきます。どうぞ。